はい、皆さんお疲れ様です、小川太平の事件考察室、本日はですね、長野県中野市の現場に来ております、人質立てこもり事件、容疑者も逮捕されました。まあ、残念ながら4名の方がお亡くなりになっております。まあ、現場ね、そちらになるんですけども、ビニールハウス、白いビニールハウス、両サイドが青になってますけど、そのちょうど上あたりに、茶色の屋根の住宅が見えますが、そこが現場になります。これずっとですね、右に行くと、ブルーシートが見えると思うんですが、これ実はですね、パトカーなんですね。ちょっとズームにしてみますけど、これ赤灯がちょっと見えると思うんですが、これパトカーにですね、ブルーシートがかけられています。これが警察官2名が、まあ、殉職したパトカーではないかというふうに言われています。ですこのね、自宅から本当近い距離になります。ちょっと規制線があってですね、近くに近寄ることができません。そういった現状の位置関係になります。また後ほど分かったことを配信したいと思います。とりあえず簡単にお伝えしたいと思いました。以上になります。ありがとうございます。小川太平の事件考察室ではですね、皆さんからの情報をお待ちしております。まあ、コメントはもちろんですけども、何か事件の情報、ご質問、ご相談、そういったことがありましたら、ぜひ、このテロップ出てると思うんですけども、こちらまで、ご連絡をください。またですね、取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとかですね、そういったことがあれば、そういったものもですね、ぜひご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。